いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。実は私、家ではメガネをしているんです。でもお店にいるときはコンタクトレンズをつけるようにしています。コインを入れるドリガチャを選んでください。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名はカリアさんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか？かしこまりました。それではこちらへどうぞ。カリアです。今日もご指名ありがとうございます。では今日も楽しくお話ししましょうね。では最初にドリンクを注文してくださいね。かしこまりました。はい、どうぞ。いいんですか？ありがとうございます。では遠慮なくいただきますね。私一人っ子なんです。あとはお父さんとお母さん、あと一緒には住んでないですけど、近所におじいちゃんがいます。おじいちゃんとは時々二人でデートするんですよ。出かけるとお父さんの機嫌が悪くなるんです。お父さんおじいちゃんのこと嫌いじゃないみたいなんですけど、お父さんが勤めてる会社の社長で、さらにはお母さんの肉親ってことで、なんか複雑な心境らしいですよ。でもいいんです。おじいちゃんと遊ぶのは楽しいし。そうそう、この前二人でボーリングしました。うん、うちのおじいちゃん若いんです。ボーリング場で女の人ナンパしてて、そしたらその方とっても気さくな素敵な方だったんですけど、なんとプロボウラーさんでレッスンしてもらっちゃいました。縁ってわからないものですね。めっちゃ上手やんって褒められちゃいましたよ。ですか？食事ってどうしてるんですか？私もちょっとは料理しますけど、実家住まいだし全然だな。疲れません？
ほど。おいしいです。恥ずかしいですよ。そんなにジロジロ見られたら。ありがとうございます。では遠慮なくいただきますね。そんなことないです。
私も結構抜けてるの。毎朝お弁当作って大学に持ってくんだけど、ご飯炊き忘れちゃったりとか、卵焼き作ったのに入れ忘れちゃったりとか、もうそんなポカミスがしょっちゅうなんですよ。あ、本当？よかった、私だけじゃなくて。来てくださいね。お待ちしてますよ。